一昨年私の父が亡くなって、それから、はい、夫の母も亡くなって、はい、そのやっぱり身内を亡くすということで、なんというかこう喪失感というんですか、もう年齢は高かったので、その亡くなるということ自体は仕方がないこととは思っていながらも、そうですね、なんとなくこう、さてその場になるとね、そうはいきませんもんね。こう、なんというかな、ちょっと空虚な感じみたいなものが心の中に起こってきて、やっぱりこういうものを埋めるには、音楽に勝るものはないなという気がとてもしたんですね。でそこで浮かんできたのがベートーベンの悲愴のソナタで、はい、これは本当にポピュラー名曲で、いろんな方がお弾きになるし、子供も弾くけども、やっぱり、はい、そのどうしてそんなにたくさんの人が弾くかっていうと、そこに なんか込められている心の中の、はい、苦しみをこう音楽でもって消化するみたいな、はいはい、そういうのが大きいからこそみんなが弾くんじゃないかなと思って、まずその曲を今度のリサイタルに入れてみようと思ったんです。あ、そうですか。で、その、最後のシューベルトの破綻調のその他なんですが、はい、これもベートーベンの、詩のをシューベルトが聴いたっていうことも影響してるし、はいはい、それからシューベルト自身がもう晩年の、はい、もうこのソナタ書いて3ヶ月後に亡くなるっていうぐらいの感じ の、その自分も非常に死を覚悟していた時期っていう、そうですね、そういう時に書かれたソナタで、ベートーベンの影響がすごく強いソナタなんですね。ですからそれをこう両軸にして、はい、でそれはもうやっぱり悲しみのまあ表現っていうか、はい、それをまあ心の中で音楽によってはい、まあ、慰めていこうということもあるし、そこにこうなんていうか、ね、自分の気持ちを吐き出していこうというような感じもあると思うんですね、はいはい、でその中で組み合わせるものとして、やっぱり悲しみっていうのはその悲しみもあるけど喜びもあるっていう、悲しみの中にも喜びを見出さなきゃいけないっていうことがあると思うので、はいはい、そのシューマンのダビッド・ノーメン曲集っていうのは、シューマンがクララとの結婚を決めて、その想像上の仲間が自分の結婚式の前夜を祝うという、そういう設定で書かれた曲で、すごくこうまあ喜びの感情もあるし、それから実際結婚が決まったっていうか、こう2人の中では約束されていたけども、とても抵抗が大きかったわけですよね。だからそれに対するやはりなんかなんとか葛藤感みたいな、それから本当にできるのかどうかっていう不安感とか、この中にもまあ喜びが主体とはなっているけども、その悲しみの感情とか、から疑惑の感情とか、いろいろあると思うんですけど、そういうのがたくさん詰まった舞曲集っていうのをまずそこの真ん中に持ってきました。でシューベルトの高賀のワルスをそこに次に入れたのは、はい、ダビッド・トーメ舞曲集っていうのがその舞曲の集まりであるわけですけども、はい、そういう舞曲集が作られたきっかけっていうのは、やはりシューベルトがたくさんのその舞曲の、はい、チクルスをそれまでに作っていたっていうところで、はい、シューマンも影響されているわけですよね。ああそうですか。だからそこら辺のこう4曲のこうつながりっていうのを感じつつ弾いてみたいと、はい、思うんですけども、その舞曲っていうのは昔は宮廷で踊られていたものですよね、はい、それからもちろん民衆のものもありましたけども、普通音楽に使われているのはミネートとか、はい、サラバンドとかアルマンド・トゥーランドっていうふうに宮廷舞曲だったわけですけども、はい、それがベートーベンとかシューベルトの時代になってこう市政に出ていって、はい、シューベルトはお仲間たち の、まあ、集いで伴奏を受け持って、それをとても喜んでやってたわけですね。で自分の即興で舞曲を弾いて、それでみんなが踊るっていうのを楽しんでいた、でそこで使われた即興で行われたのがバイト三拍子のこうレントラーとか、ウィンナーワルツっていうような、はい、ちょっとフランスのワルツとは、はい、よりもう少し重たいっていうか、ちょっとやぼったいというか、はい、そういう三拍子系の、まあ、それはこう昔はメネットであったものが、はい、その世俗的になってワルツになった、レントラーになったっていうような感じの舞曲なんですけど、それのシクルスっていうか、その曲だけで数えると650曲もあるんですって、はい、でそれの中の、まあ、高賀のワルツっていうのは12のレントラで作られているんですけども、はい、そのワルツ
を入れてみようと思いました。あ、そうですか。その、まあ、あの喜びと悲しみっていうのを結ばれているっていうのは、これはシューマンのダビッド・ドゥンメ曲集の初版に最初に書かれている言葉なんですね、はい、でそれは昔のドイツの格言で、はい、その古から言われるには、いつの世も喜びと悲しみは結ばれている、はい、喜びには謙虚であり、悲しみには勇気を持って備えよという、はい、こういう言葉があって、ああまさにこのなんていうか人生の格言みたいな。そうですね。で私のリサイタルも20回を迎えるわけなので、はい、まあ、あのなんていうかな、やはりこれまでの、まあ、なんでしょうね、こういろんなやってきたものを、はい、まあ、こういう喜びと悲しみというものでまとめられたらいいんじゃないかなと思います。あ、そうですか。もうリサイタル何回目ぐらいになりますかね。これで全部重ねられましたね、はい、今度で20回目になります。あ、そんなに、はい、なります。まあ、あのなんていうかピアニストっていう立場から言うと20回のリサイタルっていうのは全然少ないとは思うんですけども、はい、でもあの、まあ、他にももちろんあのいろんな小さなリサイタルとか室内楽のコンサートとかっていうのはたくさんやってるんですが、はい、自主リサイタルでこういうプログラムっていつも何かテーマを考えてっていうのを続けている、あの続けてきたのはあのそうですね、かなりエネルギーがいることなので。そうですね、なるほど。そうですか。てか、あと今後のね、はい、あの活動についてどのようにお考えになってらっしゃいますか。はい、そうですね、あの去年の秋に、はい、あの長野県の富士見市の方と知り合いになって、はい、ちょうどあの山梨県と長野県の県境ぐらいですね、はい、私たちの山荘があるとても近くになるんですけど、そうですか、はい、ただ方があのお家に、スタインウェイの C のピアノを最近お買いになって、はい、そうですか、そこで、はい、まあ、好きなようにコンサートやってもいいというふうに言ってくださったので、であのこのリサイタルプログラムをそこに持ってきますし、それから、6月にはあのわなみとデュオをするということと、から9月は岩崎さんを加えてトリオを弾くってい う、 ああ、そうですか。そういう今年は3回 の、 あの企画を持ち込んだんですね。で、まあ、あのこれから毎年あの好きなプログラムを弾いていいと言われているので、はいはい、あのそれを続けてい け、 るいけたらいいなと思います。はい、であとは、サマーコースの方は30回を迎えますので、はい、サマーコンサートもあの30回記念ということで、再び、あの泉郷フェスティバルオーケストラを集めて、はいはい、いいレコードあれですよね、わなみの70歳の記念の時にもレコード作られましたね。とてもいいベートーベンでしたね。ベートーベンのバイオリンコンチェルト、あ、そうですか。で今回あの夏のコンサートでは私はモーツァルトのコンチェルトを弾いて、あの弦楽オーケストラなので、はい、あの499っていう変歩調調の曲です。そ、はい、からわなみは弦楽オーケストラとのシューベルトのロンドを弾き、あ、そうです。で今年の夏、はい、7月31日、あ、そうです、はい、出さるのは長坂、長坂、北北都市長坂のコミュニティステーション、はい、あ、そうですか、はい、駅のそばでしたよ ね、 そうですね、確か、はい、あ、そうですか、また楽しみですね。はい、そうですね。で秋はあのさっきもちょっと申し上げましたけど、岩崎さんを加えてのピアノトリオの、はい、それは東京では夜のコンサートになるんですね、10月ですけども、ブラームスとシューマンのトリオをメインにしてやると思ってます。そうですか、